ハービンジャーは、イギリスで生産、調教された、競走馬で現在は、種牡馬。G1 の勝利は、キング・ジョージ6世&クイーン・エリザベスステークスのみだが、このレースを大差勝ちしたことで、歴史的名馬の一頭に数えられている。2007年のタタソールズオクトーバーイヤリングセールで18万ギニーで購入される。デビューは3歳になった2009年4月16日。2戦目の未勝利戦で勝ち上がり、次走のゴードンステークスで重賞初制覇。しかし、続くグレートボルティジュールステークスは、大差の最下位、セントサイモンステークスは勝ち馬から6馬身以上、離された3着と不甲斐ないレースが続いた。約半年の休養を経て、4歳になった2010年は、ジョン・ポーターステークスから始動。このレースを3馬身差、オーモンドステークスを1馬身1、2差、ハードウィックステークスを3馬身1、2差と、いずれも完勝で、重賞3連勝。キング・ジョージ6世&クイーン・エリザベスステークスの行方を占う、有力レースであるハードウィックステークスを解消したことで、次走の本番である。キングジョージでは2番人気に押される。なお、主戦騎手のライアン・ムーアが同じマイケル・スタウト厩舎所属で A ダービーを圧勝した断然の1番人気のワークホースに騎乗することからオリビエ・ペリエを鞍上に迎えている。並走するワークホースと I ダービー馬のケープブランコの背後をマークする形の4番手でレースを進め、直線に入ると残り2ハロンで前の3頭の先頭争いを外から並ぶ間もなく、かわし、あとは突き放す一方で2着のケープブランコに11馬身差の圧勝で、重賞4連勝を G1 初挑戦初制覇で飾った。この騎差は、ジェネラスの7馬身差を上回る、キングジョージ史上最大騎差、勝ち時計の2分26秒78も、コースレコードであった。このパフォーマンスに対し、タイムフォーム誌はスポークスマンが、この評価が妥当かは、今後の走りを見てからと付け加えながらも、前年のシーザースターズのアイリッシュチャンピオンステークスに与えられた21世紀に入って、最高の140ポイントを上回る、歴代4位台の142ポイントの暫定レーティングを与えている。その後、8月1日の正式なレーティングで140ポイントを与えられた。一方、IFHA は2010年2月1日から2010年7月28日までのワールドサラブレッドランキングにおいて、現在の方式での評価方法になった2004年度以降、前年のシーザスターズの136ポイントに次ぐ、歴代2位の135ポイントのレーティングを与えている。その後は、インターナショナルステークスに向けて調整されていたが、8月7日の調教で左前足の寛骨を骨折。すぐさま、ニューマーケットの病院で患部をボルトで固定する手術が取られた。手術は成功したものの、馬主サイドの協議の結果、8月9日に引退が発表された。引退後、日本のヤシロダイグループへ売却され、ヤシロダイスタリオンステーションで種牡馬入りすることになった。売却額は明らかにされていないが、数百万ドルとされている。引退時の評価では、2歳時に出走できなかったこと、2400メートル以上の距離でしか実績がないことが生産界にとってネックとなっており、それがこの規模の売却額に落ち着いた一因とみられる。11月4日にヤシロダイスタリオンステーションに到着。馬房はディープインパクトの隣であるという。初年度の種付け料は400万円となった。2015年の京成杯をベルーフが制し、3区の重賞初制覇を果たす。初年度3区で春のクラシックに出走できたのはそのベルーフのみと苦戦を強いられたものの、3年目の3区からはクラシック戦線で上位を争う3区が出現し、牡馬でペルシアンナイトが皐月賞で2着となり、牝馬でもモズカッチャン及びディアドラがオークスでそれぞれ2着と4着に入選。秋に入り、ディアドラが秋華賞を制して3区初の GI 制覇を成し遂げた。4年目3区であるブラストワンピースが3歳ながら第63回有馬記念を制し8大競争初制覇を成し遂げた。また3年目3区であるノームコアが2019年ビクトリアマイルに勝利した。さらに2019年にはディアドラがイギリスに遠征してナッソーステークスを制し、産駒による母国での GE1 制覇を果たした。本馬も含めて分かっているだけで13頭の同名馬が存在する。本馬に次いで活躍したのは1890年生まれのイギリス産の馬で、1893年のクレーブンステークス、グレートヨークシャーステークスの勝ち馬となっている。日本にもハービンジャーの読み方の一つであるハービンガーの名を持つ、1987年生まれの牝馬がおり、1990年のオークスに出走して7着に入るなど、通算成績25戦5勝。引退後は繁殖牝馬になったものの、産駒に繁殖入りしたものはおらず、その地は途絶えている。その他ではトルコの G3 を2勝したトルコ産の牝。ありがとうございます。